陰山を門見、円鎮層陰山を門見、円から1814年6月17日は、江戸時代後期の臨済宗明神寺派の層。ガズアンジサオの奉仕で、白陰絵閣の放尊にあたる。拓州古仙と並び、現在の臨済前の二つの方形のうち陰山系の、祖となった。その前風は春元と評される。越前国王の組糸白村に、 白山神社の宮寺の子として生まれた。1759年に、美濃国ホラド皇徳寺十字の老山弁護の下で、出家する。1769年、岐阜の随マサジに移り3年間修行した後、出遊して1772年に、武蔵国法輪寺の月仙前例の下で学ぶ。1776年に西国を暗下した後、1781年に、 老山弁具が解散した、ホラドバイセン寺の十字となる。その後、江戸へ上り、ガザンジサオより、白隠禅の訓導を受け、39歳で退伍する。さらに1792年、臨化を受けた。その後は、ガザンジサオに従い清安寺、梅隆寺等へ移った。ガザンジサオの下を辞した後は、バイセン寺、梅隆寺の十字を務め、県愛でらを再建して、 後新の指導にあたる。1804年に、張馬国末元寺に隠性するが、1806年に、随流寺に入り、その再建を行った。1808年に、死の直居を得て、翌年には、明神寺解散関山江元の450年延期の同志を務める。1811年、随流寺鶴聖院に鉄線へ、墓所も同時にある。 生徒、窓か寺志善と、送りなされた。著書に、陰三六、生徒、窓か寺志善下化がある。多くの奉師がいるが、中でも大言勤元勤元東林宗樹、雪、関小玉及び小明湖藩の四人を特に、院、山下施鉄と呼ぶ。ありがとうございます。